道徳的には嘘をついてはいけないって言えますけれども、本当に嘘をついてると損をするんですかねと。まあ、こう聞かれますとね、これまた非常に難しいんですよね。もちろん嘘の上手い人ってのいましてね、なんとなく切り抜けながらやってる人もいるし、まあ、すぐバレて信用を失ってる人もいると。それからまあ人間は一般的に、まあ、嘘をつくのは自分に有利なように、つまり普通は楽して過ごそうと思って嘘をつくことが多いので、まあ、嘘をついているうちに少しずつ自分が楽な生活の方に行き、結局生活が破綻してしまうということもあるんですね。もちろん嘘をつかないはややいいかなというふうに思うんですが、もう少し広く考えてみますと、まあ、積極的に嘘をつくということがあるんですね。まあ、これは前回に高等学校の卒業式の話をしましたが、もう少し大きな規模ではですね、国家が歴史について嘘をつくということがあるんですね。まあ、これの典型的なものがこのブログでかなり紹介しておりますけども、一つはアーリア人、二つは中国人ですね。まあ、それぞれ必要に応じて嘘をついているわけで、まあ、これはですね、悪いのかいいのかというような単純な、まあ、倫理上の問題では、まあ、なかなかケリがつかないわけですね。アーリア人というのはかつて4000年ぐらい前にはですね、カスピ海という、まあ、ロシアですね、今ではそれの非常にこう不毛な地ですね、まあ、風が吹いて水もあまりなくて、草ぐらいしか生えないと、まあ、いうようなところに住んでた民族なんですね。この民族は歴史的に4000年経ってみた今になってみれば、非常に頭もよく獰猛で狡猾な民族だったんですね。最初それ分からなかったんですけどね。時々住みにくくなりますから、外の土地に出ていくんですよ。例えば最初はメソポタミア、非常にチグリス・ユーフラテス川が流れて、肥沃ですからね、まあ、そこに行くんですけども、そうしますとそこには人が住んでますけども、その人たちを追い出して住むわけですね。ある時はギリシャの方に行ってですね、まあ、ギリシャとかエーゲ海を支配いたします。さらにヨーロッパにも行き、インドにも行くんですね。さらに最近つっても今から500年ぐらい前なんですが、アメリカ大陸に行き、オーストラリアに行くというふうにどこでもかしこも行くんですね。そうしますとそこにいた人たちを全部皆殺しにするか追い出すかしなきゃいけないんですね。だけどやっぱりそれには正当化しなきゃいけませんから、嘘で自分たちの歴史をがっちり固めるんですよ。まあ、結構がっちり固めてですね、なぜ我々はここにいなければならないのかという理由を作るんですね。極端な場合には宗教、新しい宗教すら作ってですね、自分たちはここにいるのが神様からのご命令であるというようなことも言うんですね。でこれは国家的に嘘をついている例で、他人の土地を取って生活しようとするとどうしてもそういうことになるんですね。まあ、現在では日本人がアメリカ人にすっかりやられているのはそれですね。日本人はアメリカに爆撃され、多くの人を殺され、原爆も落とされているのに、アメリカ人に対してあまり悪い感じを持っていません。これがアーリア人が4000年にわたって、訓練した論理に巻き込まれているからですね。それから中国はまた別の意味ですね。中国は外に出るような民族ではないんですね。アーリア人に対して見れば中国人はあまり人気がないんですけども、それほど外に迷惑をかける民族ではなくて、中だけで戦ってきた民族なんですね。ところがあまりにも戦いが熾烈で、例えば関東草原民進っていうのは王朝が中国では入れ替わるんですね。日本では一回も入れ替わったことありません。天皇陛下一回も入れ替わったことないんですが、中国では天皇陛下が何回も入れ替わるようなものなんですね。そうしますと天皇陛下ですからね、中国では天子とこう言ったんですけど、やっぱり天子がなんで新しくなるかって言ったら、前の天子は間違ってるとしなきゃいけませんので、前の歴史を徹底的に書き換えて自分の天使に都合のいいような歴史に変えるんですね。これはですね、変えるのが悪いとかいいとかじゃなくて、変えないと統治がうまくいかないんですよ。だって前にちゃんと天使がおられたわけですから、天皇陛下がおられたわけですからね。その天皇陛下を、まあ、多くの場合殺して、普通の農民が天皇陛下になるわけですよ。そしてやっぱりね、かなり強力な理屈がいるんですね。そこで
前の歴史を全部書き換えて新しい歴史を作って、あたかも自分が天使としてふさわしい人間だということを書くわけですね。日本人はそれの対極ですね。何たってこの狭い日本列島に穏やかに2000年も住んでましたから、まあ、嘘つく必要なかったんですよね。ですからアメリカ人も嘘をつかないだろう、中国人も嘘をつかないだろうっつってですね、私が嘘をついてますよっつうと、私に向かってなんだ人のことを嘘をつくって悪口言って、いや悪口じゃないんですね、嘘をつくのが当然な社会というものでした。まあ、こういった国家的な嘘もあるんですが、個人はどうかっていうと、やっぱりこれもね、よく見てますとね、情報管理が非常に厳密なら嘘も結構成功しますね。まあ、しかし多くはバレて失敗しております。人間というのはですね、自分が嘘つくもんですから、他人も嘘つくんじゃないかと思ってしょっちゅう監視してんですよ、実は疑ってんですね。これがなければ結構バレなかったですけどね。だから女性が男性に嘘をつく場合はほとんどバレないんですけども、女性同士ではバレてる時が多いですね、見てると。それは女性同士がつく嘘というのは大体種類が限定されているので、まあちゃんと相互監視しているようですね。よく私はそれを教えられたりしました。あ、そうですかと言ったりなんかしますが、まあそういうことですね。それから私なんかはちょっとこう日本人の男性なので、まあ世界的にも嘘をつく比率が非常に低いんじゃないかと思うんですが、相手が嘘をついてると思った時ですね、私はですね、それに合わせてとりあえず生活するということをやってきました。これが本当にいいのかどうか、本当に人生の途中では迷いましたね。相手が絶対嘘ついてるって分かることがあるんですよ、それはですね。ああそうですかっつってそのまま行動するんです。それはもちろんうまくいけませんし、いろいろですけども、最初からこれは多分嘘だからその通りやってもうまくいかないなと思ってはいるんですが、一応その通りやる。で、その人にから少しずつ遠ざかるという方法が私の方法でした。つまり嘘を暴く必要があるのかなという気持ちがちょっと私にありまして、嘘を暴くよりか一応その嘘に乗せられたふりをして、まあそれの損害は大したことないからと、まあ、今こう人生を振り返ってみますと、おそらく嘘に相手の嘘をそのままそうだと思って生活してですね、少しずつ嘘をつく人から離れるというのもですね、人生にはそれほど痛手を受けないのかなと思ったりもしています。